八代目、市川門之助九月二十四日体は、歌舞伎役者。矢号は、滝の屋縄門は四つ紅葉。歌舞伎名跡市川門之助の東大。父は、仙台門之助で、二代目縁之助や七代目、小野菊五郎の一座で活躍した名脇役。祖母は、初代、市川佐団寺の娘で、二代目、市川人知入りは登園にあたる。 人仕入りの曽祖,祖父である初代人仕入りが門之助の曽祖父、佐団寺の弟。このため、市川佐団寺家とも、遠赤関係にはないが関係がある。1969年2月、歌舞伎座、吉常千本ザクラスシアの六代君他で二代目、市川小米を名乗る初舞台。1990年10月に父、七代目門之助が、急姓。 二ヶ月後の同年十二月に三代目円之助が、後見となり歌舞伎座、吉爪千本桜、四の節の黒方眼、吉爪他で八代目、市川門之助を襲名、同時に、名代昇進。父である先代も大山、立ち役を問わず演じたが、自身も二枚目から、どっしりとした敵役、若尾山、老婆まで幅広くこなす。演目も時代物、世話物、 新作歌舞伎とジャンルを問わない。おもながで古風な顔立ちで品位があり、どんな役でも風情を漂わす。吉爪を当たり役としている四の説に2010年代だけでも、吉爪のほか、聖午前、駿河二郎などでたびたび出演している事実だけでもその芸の幅の広さがうかがい知れる。三代目、縁之助のスーパー歌舞伎には、1986年の ヤマトタケル初演時に全名の小米で出演して以来、今日まで全ての作品に解禁で出演している数、少ない出演者である。また、ハワイ州立大学の演劇部歌舞伎プロジェクトに参、画し、学部生の授業やオープン講座を行ったり、自ら頻繁に更新するブログでは、英語役を併記するなどインテリブリを発揮している。姉が二人おり、上の姉は、元女優で十一代目。 市川駒蔵の妻である、市川八重、下の姉は、元宝塚女優の彩り辰美。伝統歌舞伎保存会会員。ありがとうございます。